はい、ゆうチャンネルです。今回はアイカツアイドルメーカーを紹介します。前面はこんな感じで、裏面はこうなってます。ランとアオイとこの3枚はパートナーズカップの時のカットですかね。裏面はこんな感じです。では付録を紹介して中身をチェックしていきます。アイカツアイドルメーカーの限定付録はこちらのスターライト学園ジャージコーデ2枚セットです。ブルージャージですよね。確かピンクのジャージが今のオープニングの CD の特典で入ってましたよね。この2枚が入ってます。おー、いいですね。葵姉さんとゆりか様、僕の好きなキャラ2人が特典として入ってます。両方とも絵柄は後ろにスターライト学園が載っています。カードはこんな感じです。ではアイドルメーカーの中をチェックしていきます。中身はどうなってるんですかね。あ、イチゴがここに載ってますね。アイドルは面白い。確かに。あー、目次を見るとやっぱりそうですね、一人ずつキャラクターの説明が書いてあるっぽいですね。目次は、あ、次のページにもいっぱいありましたね。ドリアカと WM、 あとはユニットごとだったり、あ、サポーター、ライチくんとかですかね。あ、イチゴがまずは出てきて、あ、次はお姉さん。あ、いいですね。これキャラクターごとに 2,3 ページごとで詳しく書いてありますね。そしていろんな表情が載ってて、まあ、ゆりか様だと、まあ、オフの時の姿が載ってたり、いいですねこれ。そして全部カラーなのでより楽しめます。うわ、すごい、こんなにいたんですね。あ、でも確かにテレビでどっかで見たようなキャラもいますね。この子とか、この子特に見た記憶があります。あとは、あ、スターライトの紹介で次はドリアカ。あ、ドリアカメンバーも1人3ページずつぐらいで説明が細かに書いてありますね。あと同じくドリアカの学園の説明。お、次は WM だったり、あ、そうですね、ユニットごとが書いてあります。あとはブランドの説明と、あ、ミュージックメドレー、今までのオープニングとかエンディングの紹介が軽く書いてありますね。内容はこのような感じで、最後にクイズが載ってます。中身はこんな感じです。はい、というわけで今回はアイカツアイドルメーカーを紹介しました。ついてくるカードもいいですし、中身もすごく満足できる内容でした。キャラクターごとで細かく紹介が書いてありますし、学園のことだったり他のサポーターたちが書いてあったり、かなり満足でした。今回はざっくりとした紹介だったんですが、気になった方はぜひぜひ購入してみてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。